忙しいと言いながら慌ただしい生活を送る地球人たち。早くしなさいと子供に言うのが当たり前の大人たち。一体何を急いでいるんだろう。私たちがいた世界では時間というものがなかった。空間というものもなかった。この地上にやってきて、ここには時間と空間というものがあるんだということが分かった。そしてそれに慣れるのには時間がかかる。そして全ての子供たちはそれに強制的に慣らされられる。有無を言わさずに。時空間があって当たり前と思っている大人たちが、その当たり前を当たり前に思っていない子供たちに押し付けるのが当たり前だというように。そして大抵の子供はだんだんとそれに慣れていく。鈍感になるというやり方で。でも私たちにはそれができなかった。この地上に時間があることにも空間があることにも慣れるのが難しかった。どうして移動するのに歩いたり何かに乗ったりするんだろう。どうして何か思ったことが実現するのには時間というものがかかるんだろう。思うイコール叶うっていうのが当たり前な世界から、それが当たり前ではない世界に来てしまった。そして地球人たちはその当たり前でないことを当たり前だと思っている。そしてそういう中で忙しいとか早くとか一日に何十回も言いながら生きている。ちょっと待って、そんなに急いでるってことはとっても貴重な人生を生きているからですよね。でもそうとは見えない。貴重な人生を生きているようにも、素晴らしい人生を生きているようにも。アクセクと忙しく生きているのは貨幣を得るため。それがそんなに貴重なことなの。バタバタと慌ただしく生きているのはどうでもよい情報を得るため。その情報を得てその人の人生はどう素晴らしくなるの。多分そんなことを考えてみたこともないのでしょう。だからそれを続けることができるのでしょう。もしそういう生き方をほんの少しでも立ち止まって、どうしてこんなことをしているんだろうと考えてみたらば、そんなことしていられないよ、忙しいんだからと言われるんだろうな。どうでもよい情報と暴力等を垂れ流しするテレビ。どうしてああいうものを見るんだろう。私たちにとって地球に来る前は、見るイコール叶えたいことを想像するということだった。想像イコール想像だから。でも地球人たちはこの法則を知らないらしい。どうでもよい情報と暴力ばかりのテレビを見るということは、そういう人生を生きたいと願っているということなのに。それに気づいていない。そして人事として、あらひどいわねとか言っている。いえいえ、あなたがそういう世の中を作っているんですよと言っても全く理解してもらえない。この時空間の世界で何のために時間を使っているのか、この地上に生まれてきた理由と目的とを覚えている私たちには、それを覚えていない地球人たちと同じ生き方はできない。忙しい地球人、時間に縛られた地球人にはなりたくない。